尾道鉄道は、かつて、広島県の尾道市と三津木郡三津木町を結ぶ、鉄道路線を有していた、鉄道事業者である。尾道石矢税館で開業し、後に石矢税、市館が開通した。しかしモータリゼーションの進行と利用客数の低迷から石矢税、市館が1957年に廃止され、1964年に全線廃止となり、 路線バスの運行に切り替えられた。尾道、みち、城下間の免許を取得しており、また現在の産地市に至る支線を通し日本海側と連絡する計画もあったが、実現しなかった。会社自体は、鉄道廃止後も、社名を変更せず、バス事業者として営業を続け、1970年にニコニコバスに、吸収合併された。ニコニコバスは、社名変更し、 中国バスとなっている。尾道を含めたビンゴ南部からビンゴ北部の主要都市である山地市を経由して中国山地を越え島根県へ出る輸送経路は古くから街道として整備されており明治に入り鉄道が普及するとこのルートに鉄道を付設しようという機運が巻き起こった。その一つとして1 8 9九年に尾山鉄道が設立され尾道から 高値群上下町を経て3時に至る間の路線の仮免許を取得したが、測量に難航しているうちに2年間の仮免許期間が経過してしまい仮免許が失効した。その後1910年に京弁鉄道法が制定されたのを受け、改めて京弁鉄道線として、尾道から上下までの路線が計画され、1912年5月に免許を申請。 翌1913年8月に取得した。しかし1914年に勃発した第一次、世界大戦などの影響もあって資金がなかなか集まらず、工事施行認可申請期限の延長を数度も行うなどもしたが、1918年12月20日に、尾道系弁鉄道株式会社がようやく設立される。そして1919 19年5月に工事施行許可を、 申請、翌1920年12月に許可が下り、さらに翌年の1921年4月に、ようやく工事に着手することになる。上述の通り、当初の計画では、蒸気機関車を用いた、機関7 6 5ト、mm、ルの、軽便鉄道線として建設される予定であったが、輸送力や勾配に対する懸念、及び、尾道駅で商船と相互に貨車を乗り入れることを、 放送していたため、電気動力で、機関線6 7 m m の鉄道線へと、計画変更し、それに伴い、1923年4月25日、尾道鉄道株式会社に社名を変更した。以上のような経過を経て、1925年11月1日に、西尾道石あぜ館が開業した。ついで1926年4月28日、石あぜ。 市間も延伸開業、1933年3月28日には、西小道尾道狩停車場間も延伸され、商船尾道駅との連絡も実現した。しかし、当初の計画にあった上下への延伸については、これ以前の1922年に、福山府中マイナス3島が引用連絡線として制定されており、1914年に、 開通していた両祖内鉄道を6月までは、両祖内軽便鉄道を国有化しこれに充当する動きがあったため、市駅以北への延伸は断念せざるを得ない状況となり、市、城下間の免許は1932年12月2日付で失効した。1930年、全額出資会社のお産自動車を設立し、路線バス事業にも参入する。 1941年にはこれを買収し、鉄道とバスの両部門を持つこととなった。当初、終点の市駅を起点に連絡バスを走らせていたが、並行する国道184号の改良に伴い、次第に尾道駅からの運行に切り替わっていった。このため、自社の路線バスが鉄道部門のライバルとなるという事態となった。特に、石谷前北ではバスの方が、 集落に近い場所を走り、利便性に優れていたため、鉄道利用客を奪っていったと伝える。それでも、第二次世界大戦終戦直後は、急増した輸送需要に拡強を呈したが、物不足の折、補修部品の入手も、ままならず、車両は酷使され続けた。そして、1946年、尾道鉄道電車脱線転覆事故を起こしてしまう。詳細は、 当該記事を参照してもらうが、簡単に説明するならば、土半中に、河川から電気を取り込むためのトロリーポールが外れで、車両が停止、やがて重力に従い坂道を逆走しながら、加速し続けた末カーブに突入、脱線転覆して、多数の死傷者を出したのである。この事故以降、車両の終電装置をトロリーポールからパンタグラフへと変更した。 1949年には鉄道線と並行し観光取りであったため休止していた栗原通りのバス路線免許を小道市営バスに売却するという大失態を演じてしまう。みるみるうちに電車とバスの優位は逆転し、栗原駅以南の市街地の乗客を市営バスに献上する事態となる。1951年度から1956年度の間、鉄道部門の赤字を バス部門の利益でカバーするという状況が続き、収入の8割以上がバス部門によるものだったという。それでも会社全体の営業収支は常に赤字だった。同年に国鉄尾道駅から西尾道駅近くの資料工場までの貨車を当社路線を使って直通させるようにしたり、1957年2月3日には負担の大きい区間である一社税、 士官を廃止するなどしたが、抜本的な経営改善とはならず、通学客が殺到する朝夕のラッシュ時を除けば、空気を運んでると、揶揄されるほど乗客が少ないありさまとなった。末期には、乗客数に占める通学定期客数の割合が、全体の70から75%にも上ったという。こうした状況から、もはや鉄道事業の存続は困難との結論に達し、 1964年8月1日、鉄道事業を廃止し、バス専業へと転換した。その後6年ほどは、バス事業者として生きながら得えていたが、1970年3月5日、福山市に本拠を置く、バス会社であるニコニコバスへ、九州合併され、法人としても消滅した。故障は、廃止時点のもの、御所況は仮駅。尾の道駅。 五所京駅西尾道駅地方事務所裏駅、青山病院前駅宮野前駅栗原駅、小道高校下駅三味園駅、三成駅、木梨口駅行き京駅木ころ、本郷駅石谷税駅西工場駅畑駅所、現駅市駅路線中の最高所は畑駅。諸原駅は高低差があるためスイッチバックであった。車庫及び変電所は三成に設けていた。また、 旧栗原駅の北側には1988年に山陽新幹線の新尾の道駅が設けられている。仮駅である御所京駅と同名の橋が旧栗原側に架けられていた。事業者名は廃止時点のもの開業時に用意された車両は、電動客車3両、付随客車3両、電動貨車3両、無害貨車5両すべて、梅鉢鉄工所製4輪車。 1926年に付随客車を電動客車化。廃車した電動貨車の転送品を使用。1932年電動貨車を有害貨車に改造。1933年付随客車を電動客車に改造。電車尾の鉄道では、電動車に出来、制御車、付随車に木の記号を使用した。貨車電車付随車貨車尾の鉄道線は、 尾道駅の北側から発着していた。駅跡は現在駐輪場等に使用されている。西尾のみ駅跡にはホテルが建てられたが、現在は解体されており、マンションが建設された。市街地においては、わずかに橋桁等が残っている。石屋瀬から畑間の森土地区間については、しばらく放置されていたが、改良工事の上、1986年に、 国道184号バイパスとして開通した。一部のトンネルが歩行者用として再利用されたほか、国道のルートから外れたトンネルが現在でもレンガ作りの姿をそのままに残している。現在、当該区間にはかつての電車線の終点である市へ、また市より別の企業家が鉄道敷設を目指した府中方面へのバスが数本走っている。 三成にあった車庫は現在中国バスの尾道営業所、市駅跡は出張所となっている。山陽本線とは離れた位置に建設された山陽新幹線新尾道駅付近を走行していた。尾道鉄道が実際に付設されたルートは現在の国道184号線に沿っており、岩見銀山で産出された銀を海上輸送のため尾道まで運搬した。 岩見銀山街道と並行、または近接している。また終点として計画された上下は、街道の宿場町として栄えた場所であるが、鉄道の輸送ルートとしては、結果的に使用されることなく、上下3時には、福山から、現在の福縁線が伸び、福山市と鉄道で結ばれることになった。北上下府中寒辺と至る、この経路もまた、小野道へ至るルートから分かれ、 カサオカに向かった銀山街道を追っている。廃線跡は地上から確認するのは困難であるが、航空写真等で上空から見ると宮の前から、尾道間は住宅が廃線跡の上に沿うように、長細く連なっているのが確認できる。現在市街地で移行を確認できるものは、宮の前から栗原間の栗原の本通りと交差する部分にあった踏切の台座と、 その先にある川にある兄弟くらいである。中国バス尾道営業所は三成にあるが、鉄道営業当時バスの車庫は、本社も所在した西尾野道駅構内にあった。バス専業化後は、本社兼車庫として、中国バスに併合された以後も、尾道営業所兼車庫として存在した。三成車庫に集約されるのは、国道184号線が整備された、後年のことである。 そしてその後地に、かの中国バス直営ホテルが建設されることとなる。ありがとうございます。